倉林明子くん、はい。えー、日本共産党の倉林です。今日は四人の参考人の皆さん貴重なご意見本当にありがとうございます。まず、あの、私の方から、花井参考人と森参考人にお伺いしたいと思うんです。あの、今回のパンデミックと経験して、やっぱり迅速にね。 あの薬が使えるようにするっていう仕組みはいるって、これは本当にそうだと思っているんですけれども、やっぱり迅速承認になるっていうことでの安全性の限界っていうのは、先ほど来、お話あったかと思うんです、しかし、国会質疑を通じてですね、なんで承認にしたのかと、使用許可の議論もありましたけれども、なぜ承認したのかと、これ、国民の信頼、欠かせないということでご説明があるんですね。 しかし、裏返して言うと、国民の信頼をこうどう担保していくのかっていうことの方が、この緊急承認にとっては大事なことになっていくんじゃないかという問題意識なんです。そこで、国民の信頼をきちんと担保するために、緊急承認を運用するにあたって、必要な点、ご所見伺えればと思います。金井参考人 あ,ありがとうございますあの直接のお答えにはなってないのかもしれませんが、結局、その緊急承認、まあ、例えば特例承認した薬品をです、ね、何千万人使うなんて、もう今までやったことがない話なわけですねで、さっき判定不能の話がありましたけど、ワクチンっていうのは大量に使いますから、p m d すね、やっぱり少ないこうシグナルだったり、病院問い合わせて、いろいろ細かいこと聞いてるわけですよ、だからそんな人海戦術、いくら駆使しても不可能になっているわけです。 でしかもこれは国家的大臣において政府がやってる話なのだからその住民基本代表大帳も使ってもしくはあの国保の,あのいわゆるレセプトデータも使ってちゃんと国としてそのこの巨大な <laughs> あの数を やっぱりあのマネージして、リアルワールドで副作用をまああの検証するということをやってほしいって、それは国の責任でしょっていうのを繰り返し申し上げていて、薬事行政のみでやるような話ではないでしょうというところが先ほどからの議論です、だから信頼という意味でおいては、やはりこれだけのまあ未曾有のパンデミックに対して、だったらそのいわゆるもう国が挙げて、副作用情報の検証をするという制度を もうあるんだから、さ速やかにやってほしいっていうのを、まあ、繰り返し繰り返し言っているわけです、だから結局、制度的な責任っていう問題も重要ですけれども、やっぱりそのこういう緊急事態のことなのだから、やっぱり政府がその責任を、まあ、行動をもって示すということを速やかにやってほしいと願うばかりです。以上です森参考に はい、えっと、あのまずあの先生がおっしゃったようにです、ね、まあ、国民が安心してまあ使えるということを考えると、やっぱりそこは自分たちの腕の味噌どころかなというふうには思っています。で一つ、まずは国民があの緊急承認された薬であることをきちんと理解した上で使用しなくてはいけないと、そのためにはですね緊急承認薬であること、それから緊急承認制度とはどういうものなのか。 それから承認審査かな過程の内容であったり、まあ、その時点で分かっている基地のリスクなどをです、ね、国として公表できるものに関しては、まず公表をすべきだと思っています。その上で、その上で、市販後に収集した安全性、有効についての情報も速やかに公表していくことが必要であります。で、国が公表しただけではです、ね、なかなか国民どういうことなのかというのは、非常にそこは難しいんだというふうに思っています。でそこは現場の薬剤師として、まあ、町寺等にです、ね、分かりやすく 国民に説明するのが自分たちの役割であって、個々の患者に合わせた丁寧な説明をしていくことと、それから使用後、未知のリスクと出てくることがありますので、フォローも重要で、そこに積極的に取り組んでいきたいというふうに思っています倉林愛子君。緊急承認ワクチンによる健康被害の問題でも、救済制度についていろいろとご指摘もあったかと思うんです。で 今回の緊急承認でワクチンで救済するっていう場合、あの現状の新型コロナワクチンの健,健康被害の救済制度の実態があるわけですね、今で。課題のご指摘もあったかと思うんですけれども、こ,この新たな緊急承認を運用していく上で、救済制度の在り方ですね。 こうあるべきだというあたりで具体的にさらに踏み込んで、ご処刑いただければとあ、すいません、熊本参考人にお伺いしたいと、はい、熊本参考人、はいえっと。その予防接種の健康被害、えー、救済制度が使われるかどうかについては、 その緊急承認された後それが予防接種法の臨時の定期接種になるかどうかというところが問題だと思います。それになった場合、今と同じように、新型コロナと同じように、緊急承認、そういうふうになって、そして予防接種法の臨時接種になれば、当然、ある程度の副反応については、必ず国が保障しますといって、やっと国民が安心して打つということになると思うんですね。でそういうい意味では 緊急承認であろうと、あの通常の承認であろうと、ワクチンというのは健康な人に打つわけですから、その後、何かあれば国がちャッと責任持ちますよという、その信頼感がとても大事なことで、そのためには制度をしっかり運営していただかないといけないと思っています。でそういうい意味では今現行の 例えば HPV ワクチンでも、承、え、認、ー、は出るあの、まず被害救済を申し立てをするんだけれども、非常に時間がかかる、もうたくさんの書類を出さなきゃいけない、もうすごいハードルが高いんですね、さらに、えー、と出したものの、まあ、半分近くが、えー、認められない、他のワクチンだと大体8割方認められているのに、HPV ワクチンは、 あの認められていない、さっき花井、えー、先生がおっしゃったように、そのなんとなく政策的にそうなってるんじゃないかなという感じなんですね、やっぱり絶対に何かあったら、必ず国が面倒を見ますよということを言って、初めて健康な人たちがある程度のリスクをあの考えてワクチンを打ってくれるわけで、この制度をしっかり運用してみせるということが、国民の信頼を勝ち取ることだと思います。まさに 今おっしゃるように、緊急承認制度っていうのは、当然、安全性の知験データが少ないわけですから、少ないデータでも、えー、有効だという,うーデータがあるよ、国を信頼してくださいというのがこの制度であるとしたら、やはりそれは約束はちゃんと守っていただかないと、亡くなったら4000万円、400万円、4400万円出しますよということは、ちゃんと、えー、やっていただきたい。そしてしてっかりその、えー 副反応はちゃんと見ますと、探します、一生懸命探しますということを、国民に信頼してもらえるように、今の運用を進めていただきたいなと思っております山橋愛子君。ありがとうございます。最後は緊急、あの森参考人にお伺いしたいと思うんですけれども、あの緊急承認における市販後の安全性の確認、および有効性の検証、これは当然必要なんですけれども。 今回の緊急承認における取り組みは、通常承認と比較した場合ね、どういう取り組みが具体的に、追加的に必要だということをお考えか、ご紹介ください森参考人、はい、先生、ありがとうございます。あの まあ、通常であれ、緊急であれまあ、医薬品っていうのはですね。通常に承認されたにしても、その後やっぱりあの未知のリスクというのもありますし、基地のリスクを最小化しなきゃいけないということがあります。ですから、緊急であろうとなかろうとやることは同じだと思いますけども、よりこの丁寧にあのえっと。 フォローするとといいいうううのが重要ななんじゃないかというふうに思っていますまたあの、特に緊急だということで、リスク管理計画等もきちっと作成した上で、何を現場として見てい,いかなければいけないのか等も示していただきながら、しっかりとフォローしていくことが重要だというふうに思っておりま山橋晃君。同じあの、ちょっと時間残りましたので、同じ問いかけを花井参考人にしたいと思いますけれども、もう一回繰り返した方がいいですか、大丈夫です。 先ほども言ったの技術的な問題と、統治、政策的な問題があって、で技術的な問題としてはあの、今あったように、リスク管理計画というのはあの作られるんですね、そこにかなりこう特別な場合は特別なことをいろいろ書き込むということになっていて、だからあの緊急承認の場合は、やっぱり RMP はかなり特別にたいあの書き込んで、安全対策に使っていただくと、それからそれが現場で使えるようにするという意味においては、やっぱり薬剤師さんの数って、まあ、調査薬局はいいんですけど、 病院とか絶対的に不足してましてですねやっぱりそういうことで本当にそのあの患者に対してちゃんとこうリスクコミュニケーションができるかっていうと今の医療体制自体にちょっと脆弱性があるというところでもちろんお医者さん重要なんですけどもやっぱお医者さんは忙しいしやっぱり薬剤部のサポートが必要ですしやっぱりそういう医療政策面の不備というのがまあ今回のパンデミックの一つのポイントでヤッキーでいろいろやってもですね実際その情報を活用できなかった意味がないので。 やっぱり使う環境というのをこの機にやっぱり考えていただきたいと、まあ、具体的にはもうもっと人増やせとかそういう話にはないと思いますけれども、そこのところはあ,のあります、ただ、特段というよりもやはり日頃からそこは薄かったというふうに私どもは考えています黒<林>、はい。同感ですすす終終わりままま以上をもちししして参考人に対する質疑は終了いたしました 参考人の皆様に一言御礼申し上げます本日は長時間に当たりまして貴重なご意見を賜りまして誠にありがとうございました委員会を代表して厚く御礼を申し上げます本日はこれにて散会いたします